こんにちは、ダイゲンです。本日は動画編集者が自身の YouTube チャンネルを持った方がいい理由3つご紹介していきたいなと思います。皆さん動画編集してますか？僕はですね、自身の YouTube チャンネルダイゲン TV に、この1年間で140、50本ぐらい動画をアップしてるかなと思います。YouTube チャンネルの更新って、まあ、結構ね、しんどかったりするんですけれども、僕はかなり楽しんで動画作ることができてるので、すごいいい感じで今ね、ダイゲン TV を運営することができてます。まあ、最近動画編集者めちゃくちゃ増えてきてると思うんですけれども、その増えてきてる動画編集者の中で自分の YouTube チャンネルを持ってる人で、しっかりその YouTube チャンネルを定期的にね、更新してる人ってあんまりいないんじゃないかなと思ってます。ということは、動画編集者として、他の、編集者と差をつけるには、自身の YouTube チャンネルを、しっかりブランディングして運用していくっていう、必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。とは言ってもね、YouTube チャンネルの更新って本当に、しんどいし、なかなかモチベーションも上がってこないと思います。なのでね、本日はその YouTube チャンネルをしっかり継続して、ブランディングしていくための、動機づけをするために、3つの理由についてお話ししていこうかなと思います。で、僕がですね、販売しているビデオグラファーとして生きていくためのオンライン教材の、ビプロの中でも、自身の YouTube チャンネルを持ってそこで、しっかりと、動画を更新していってくださいっていう話を何回も何回もしています。それぐらい動画編集者、ビデオグラファーとしては自身の YouTube チャンネルを持って運用していくことがすごい重要なことなので、ぜひ今日の内容は最後まで聞いていただければと思います。じゃあまず一つ目の理由からいきましょう。一つ目は撮影と編集の練習になるっていうことです。やっぱりね、動画って作れば作るほど上手くなります。まあ当たり前ですよね。サッカーとかでリフティングの練習すればするほど上手くなるし、キックの練習すればするほど上手くなるのと一緒で、動画もですね、撮影とか編集とかね、数をこなせばこなすほど上手になります。これはですね、まあ僕自身もそうですし、僕が最近お仕事をお願いしている、他のメンバーとかもそうです。最初はね、そんなに上手くなくて何回もリテイクとかを出してたんですけれども、回数を重ねれば重ねるほど、そのリテイク、修正の回数も少なくなって、今はほとんどもう修正なく、そのまま納品できるぐらいのレベルになってますので、やっぱりたくさん作るっていうのは大事なのかなと思います。で、自分で撮影から編集までして YouTube にアップすることで、クライアントの気持ちも分かるようになります。こうやってカメラに向かって喋ることの難しさであったり、撮影したデータの保管方法とか、相手に渡す、相手に送る方法とかですね、そういう細かい細かいところが、その実際にやってみると相手の気持ちになって分かるっていうことが非常に多いので、自身でやっぱり撮影から編集から、YouTube チャンネルにアップするっていうのは非常に重要なことかなと思います。一つ目の理由が撮影と編集の練習になって、さらにね、クライアントの気持ちも分かるようになるっていうのが一つ目の理由になります。で、二つ目いきましょう。二つ目は、その YouTube の企画の作り方とか、アナリティクスの見方が分かるようになるっていうことです。YouTube っていうのは自分のやりたいことだけをやっていて、その動画を上げていても、なかなか、チャンネルっていうのは成長していくのが、難しいかなと思います。やっぱり、市場のニーズとかを考えながらコンテンツを作っていかなきゃいけないものです。で、その自分のやりたいことと市場のニーズが合っていればそれはそれでいいんですけれども、やっぱり合ってないケースの方が多いんですよね。じゃあどういうふうに企画を作っていけばいいかっていうのを、自分でチャンネルを運営してないと、なかなかこう企画を作るのっていうのは難しいかなと思います。で、だんだん自分で、動画をアップしていると、この企画は、再生回数が伸びやすいとか、この企画は低評価がつきやすいとか、高評価がつきやすいとか、コメントがつきやすいとか、視聴維持率が、長く、見られやすいとかね、そういうのがだんだん分かってくるので、そういう自分の、企画力っていうのをクライアントさんの、YouTube チャンネルをプロデュース際にも活かせるようになります。これはやっぱりね、自分でやってみないと、分からないところだと思うので、まずね、やっぱり企画の作り方とかですね、 YouTube のことを分かるようにするためにも、その自分で YouTube チャンネルの運営っていうのもしてみた方がいいかなと思います。
で YouTube のアナリティクスの見方もたくさんありまして、さっき言った、視聴維持率は、どこぐらいまでいったら、大体平均的なのかとかですね、1本の動画で、チャンネル登録者どれぐらい獲得できたらいいのかとかですね、高評価と低評価の割合が、どれぐらいが平均的にいいかとかですね、でそういうのもやってるうちにだんだん分かるようになってきます。で分かってきた自分の経験を、クライアントさんにフィードバックすることができるので、やっぱり自分で YouTube チャンネルをしっかりとブランディングして運用していくっていうのはっていう経験はやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。2つ目の理由は YouTube の企画の作り方やアナリティクスの見方なんかが分かるようになるっていう理由になります。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目はですね、単純にポートフォリオになります。自分が作った動画がポートフォリオになって、その動画を見て、仕事の依頼が来たりすることがあります。まあ、これね、考えてみたらわかると思うんですけれども、動画編集の仕事くださいみたいな DM 僕も結構来たりするんですけれども、でその人の Twitter とか、YouTube のアカウントを見に行ったりするんですけれども、やっぱりねしっかりと動画を更新してないと、もうその時点でもうちょっとごめんなさいっていう風になっちゃうんですよね。でそれはなんでかっていうと、その人の実力がわからないんですよね。どこまで編集ができて、どういうテイストの編集が得意で、どこまで一生懸命頑張ってくれるかっていうのが、その人のチャンネルとかを見ないとなかなかつかめないところがあるので、まずはねポートフォリオとして、相手に見せるためにもその YouTube チャンネルをしっかりと作っていったらいいんじゃないかなと思います。で僕が個人的におすすめするのは、その闇雲に、動画を作っていくっていうのもありなんですけれども、自分の好きなジャンルに特化して動画を作っていくのもありかなと思います。例えばキャンプが好きであれば、キャンプの Vlog の動画とかを作ってみたり、キャンプの道具、テントのレビュー動画を作ってみたりとかですね、いろいろその自分の好きなことに関連した、動画をたくさんアップしていくといいかなと思います。でそうするとね、楽しく継続もできますし、もしかしたらそのキャンプ系 YouTuber からの案件を受けられるかもしれません。で自分の好きな、ジャンルの YouTube の編集であれば、めちゃめちゃ細かいところまで分かるようになるじゃないですか。いやこいつ分かってるな編集っていうのができるようになるんですよね。ちょっとキャンプを例に出して、僕あんま分かんないんですけど、例えばペグの打ち方で、例えば演者さんがパン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 って打ってるところに、これはこの角度で打つと取れにくくなるから、これはすごいいい打ち方ですみたいな、こういう風に打ってくださいみたいなテロップを出せたりとかですね、その分かってる人じゃないとその入れれないテロップとか入れれない編集とかっていうのもあるので、まずはね自分が好きなジャンルで、YouTube チャンネルを、自分のねチャンネルを作っていってくのもいいんじゃないかなと思います。でそれをポートフォリオにして、営業をかけていくっていうような感じがいいんじゃないかなと思ってます。というわけで本日は、動画編集者が YouTube チャンネルを持った方がいい理由3つご紹介しました。本当に特に仕事をしながら動画の編集とか自分の YouTube チャンネルの更新とかって本当にしんどいと思います。でこれからねその動画編集とか、動画制作を本気に、仕事にしたいなと思ってる人は、仕事をしながら、寝る時間を削ってでも、プライベートの時間を削ってでも、自分のその YouTube チャンネルを、しっかりと作り込んでいくのが、時間はかかりそうなんですけれども近道になると個人的には思ってまして、自分もそういう経験があるので多分それが近道になるんじゃないかなと思います。でこういったね内容のお話は、最初にお話しした、ビデオグラファーとして生きていくための教材ビプロでも、お話ししてます。で皆さんの作った動画とかは僕が一本一本ですね添削して、ここを直したらいいですよとか、ここはこういう風にやったらいいですよとか、テロップはなんかこういう感じで入れたらかっこいいですよとかっていう、添削とかもしてますので、ぜひ興味ある方は概要欄からビプロのリンクを、クリックしてご購入いただければと思います。ということで本日の動画以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとこんな動画撮ってほしいとか、こんなことをやってほしいとか、大元頑張れみたいな応援コメントがあれば、ぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけね。